この人って消さない。大一声それでいいのかお前。今日はスパッタリーのうちらすという人狼がいたので仕方なくドイブラコにしてます。このステージを制止しないと容易に済むから辛すぎるんですよね。そう言いながら砲台に張り付くな。まあまあ今出した火いくら全部飛ばしたらすぐ帰りますよ。死んだら味方への負担やばいぞ。ここはご安心を。スパッタリーにサメライド2回分ばっかえてますので、にしてもここの投げ豚はどけやっとけ分。これコンテナ前まで帰れますん。これやばい。コンテナ側から見て正面と左から湧いた敵ぶっ飛ばしていくぜ。もっと引き弾いた。次にこの投げ豚起動して鉄板を当てた。地獄への片道鉄砲だ。こちら今何キロ。動画開始から数えて6匹。あ今ので7匹目か。どうなっていたのかも順に来上がると。そりゃ湧いた敵のほとんどの生徒引いてるからな。しかもこれもう1匹までぶたいのかよ。そう言いながら敵中殴るのはさすが。首はどこか。すいませんこれ余裕であって殺しの仕事じゃないんすよ。お前らでもよか。首置いてけな。首置いてけな。あ何かひどい夢を見ていた。なんでやねえ。悪夢から覚めたと思ったら別の悪夢が始まった。何が悲しくていつでラッシュさばかにゃならんのや。でもセミに群がる鮭を結構効率よくさばけてないかですね。それに私は X 本職ですから残食と残存頭に入ってるのであとは鮭の行動を予測して落とすだけですね。まあよりにっちゅうことですわな。絶対タゲ編から発狂するだろ知ってるぞ。今ターゲットがこっちに来ましたね。今タゲ編しましたよ。マジでクソ危ねえなお前。しかも次のタゲ俺やんけ。焦りすぎて5強めちゃくちゃやぞ。焦りしてるだけのシーンはカットしますね。 X でラッシュさばくこととかあるか。正直先生によりけりですけどね。ローラーがいないならザコ鮭を吹き飛ばすのいい線ですかね。ラッシュ時のザコシャケの体力は50、そしてサモランでの X の爆風は75。ザコに対してはワンパンの範囲攻撃ができる以上、よほどじゃない限りザコ処理の方が輝くわけだな。あとそもそも X の弾は地面に着弾して初めて爆発するので、砲弾の弾道上にいかに多くのザコシャケを巻き込めるかもポイントです。こんな感じにね。こいつ X 多心に入ってやがる。あの2匹強シャケがまるでチリアスターのごとく吹き飛んでいきますよ。しかもホップソナーまで引いたらもうこれ鉄壁だろ。一瞬崩れかけたけど普通にホップソナーで持ち直しちまったな。どうやコースは分かったよ。やめるからその刀下ろして。ところでコバルトさん、はいな。画面左上をご覧ください。人以外と納品進んでねえ。とりあえずタゲ取ってないうちにさっさとスロープ下のいくら拾いましょう。これで20個、あと3個ならまあなんとかなるか。この手に群がるシャケをさばききったらもういっか。大体さばけたな。失礼します。これ納品数30個とかだったらついてましたね。そう考えると電鉄体やっぱブレでかすぎんだよな。イヤホンと40から始まって999まであるくせに毎回40までリセットはちょっと。ちなみにこのシフトのリザルトこんな感じでした。雑魚処理と救助数おかしいだろ。今日は、熊さん印のスロッシャーの特殊能力について、知っておこう。当たらないね。じゃ殺戮いい環境でボールドとか分かってんじゃないっすか熊さんよ。しかも捨てが取る目だから6尻尾頭使わずに片刃を釣りにできるって寸法だ。最高じゃないっすか。ただお前そこ海岸だぞ。仕事が終わったらさっさとコンテナ前に戻れよ。じゃあお言葉なんですが、こんなに鉄球だのタワーだの湧いてるのに戻れって言うんですか。まあなるべく金いくらサプライチェーン重視の立ち回りしますけど、にしても抜け目ないっすね今回の味方さん。ウェーブさんだからな。手の出し惜しみは心配しなくてもいいだろうよ。にしても鉄球のしつこいことしつこいこと。アゼットがジェットのこと勘を蹴って呼ぶのやめろ。余ってやばい。ダイバー30秒くらいの。ザコだよ。初戦は動くうまいくらだ。このうまいくらに殺されかけたんだけどな今。とりあえず本格的に納品やばいのでコンテナ前戻ります。多分仕送りは大量に届くからそいつ納品数当たるでしょ。しかもうまいくらが自分から来てくれました。もうスカルガバインク管理。まあこのモグラ海岸から連れてきたのは私なので。さて海岸の様子で、しっという嘘でしょ。コラだろ本物です。その後は圧倒的 DPS でザコ処理してました。大物仕留めてる時よりもザコ掃除してる時の方が楽しいんですよね。あ、音圧が強い。どうもどうも毎度お世話になっております。じゃあさっさとウロコになれや。こいつ鮭を鮭と思ってないな。いやいや、これは救済ですからウィンウィンの。鮭は辛く苦しい浮世から解放されますし、我々は金とウロコで実利を得られる。こいつ頭が終わっておる。にしても横綱戦あるならこっちでボールド欲しかったですね。ゴリゴリ削れるわけじゃないからカット多用しないとエズラだな。そんなにザコ処理丁寧にやる必要あるか。まあ適材適所ってやつですよ。スピ当たりにちゃんと横綱殴ってほしいので、おらしにいくらになれ。横綱に判定吸われてますよ。まあまあまあ、外すよりはマシ。今度こそこのアボを務めなら失礼しました。あ、すいませんね、ありがとうございます。リアルのバイトでのお前再現しなくてええわ。こいつで労働向いてないのでさっさとグーグルから金もらえた。これ毎回話してない。人の顔覚えられないの。今なら何かしらの程度の障害に接してられるでしょ。ゴリコでカードバトル始めんな。いやまあ本当に昨今は大ゴリコでカードバトル時代ですからね。障害は被害要因だけじゃなくて、これここで考えるべきことじゃないね。シリアスなことは考えなくていいかじゃないのか。まあそういうことはウォッチドッグス実況にでも確率やいいんで。ウォッチドッグスまだですか。何がつくらいには作りますんで、それよかこれ見てくださいよ。普段なら鬱陶しくて仕方ない鉄球が完全に筋肉らの元でしかないですよ。この一瞬で9個近く筋肉ら作ったのか。てめえが俺に倒されて筋肉ら落として、俺が離婚してきたてめえに筋肉らぶつけて補給。永久期間が完成しましたね。これでこの弁償は5年分だぜ。北斗
ですけど血球は空いてないですよ。というかそもそもザコ処理のせいで筋肉が攻撃の暇がないんすけど、とりあえず1個投げとくか。余計死に水が過ぎる。しかもこのアームを使いなー。あいつとりあえずもう1個投げねえと。アホかな。もっと銀鱗よこせよ。もっと脳神意識しないと。なんでそんなにザコ芝居てんだよ。オーライオーライ。はい、あともうちょっと奥ですね。はい、オーケーです。ストップです。あとは誰かがこいつのケツこしてくれるだろう。あのここに新鮮なケツがあるんですけど、誰も気づかないのさ。仕方ないから普通に処理するか。そしたら乗るものではあと7個必要で、ちょっとチャンスだったばった。意外と海岸が大変なようで。まあタワーも鉄柱もいないから高地でいいですね。で爆弾も竹が見てくれてると。そしたらさっさと戻りましょう。定時退社です。定時退社ではない。そもそも横綱のせいで残業増えたしな。正直未経的なノリで鱗のボーナス出るからまあまた。お前にとってあいつ動く商品券なのかよ。そもそも社長を追求として考えてたら、バイカラバイはキャラの溜まり場ですよ。理由特化し、親方ポット、こういう時はこう。あ、お前使い回しやがったな。にしか使ってなかったから多少はね。それにさっきの肩とワンパン以外もそれなりに動き良かったのでね。ここまで色物の絵面しかなかったので、普通にやってる絵面もいるかなと。それ多分大御所で十分供給されてますよ。さあポキサ、雑にやったよ。つくな。アフターポキサと多様化でインフネリ死ぬほど。どうでもいい気づき。というわけで普通にいい感じのシャーカー界でした。さていつか。何だったんだよ今の。なんか今のネタどっかですでに使われていたような気もするんですよね。誰か知ってたらコメントください。あと高評価、あとチャンネル登録。いつもんの。というわけで今回の横綱さんの相棒はグーグルシュワイバー。ハイドラと並ぶサモランスピナー界の二大巨頭だと勝手に思ってます。もう正直説明いるか怪しいですけどね。で、こいつは単射性モードの DPS が700もあるから横綱殴りに最適ってわけか。その上快速で右性能も高いので、正直サモランのスピナーはグルだけでいいです。リンクが切れたので途中バクラゼット。なんというか横綱狩りはやってる側は楽しみですけど、映像としてはちょっと前のアンリミテッド筋肉ラワッツでもしないとひたすら地味なんですよね。アンリミテッド筋肉ラワッツ、筋テッドで肩とも枯れて順調。でも順調って面白くないんですよね。また始まった。ただ間違いないものが間違いない結果を出したところで退屈に過ぎないのだ。ちなみにこれ岡本太郎の発言なんですけど、実家の太さ的にお前の人生全部順調だからそんなこと言えるんだろうな。火を吹き始めたぞこいつ。ああ撮影撮影、最近は完全に電池みたいな体験をしてへこんでます。掴んだものが思ってたのと違ったってやつか。ああ撮影撮影、こいつ口開いたら秘密とバトンとヘドしか出ないのな。ハッ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 。どんだけショックだったんだよ。そりゃ俺さんじゃなかったら1週間はショックで寝込むぐらいよ。うるぼれも抜けてるなアホが。たく何がどのくらいやルーキクルスターだっての。俺はいつも孤独いたんやテリブル修羅場の家中だよ。このガムの責任転嫁するな。はあ撮影撮影、お前さてはまた飲んだか。さっきバキに白札はボケ殺すぞ。アルコール回ったらそんな疲れた。鱗の配分は当たりかな。すんません忙しいんで今日はこの辺で。最近どんどん動画時間縮んでない。